いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は東大阪市の近鉄平岡駅前にある平岡神社からこの地域の神社をいくつか参拝に上がりたいと思います。実は初めて来たんですけれど、どんなところなんでしょうか。楽しみです。偶然なんですが、原始祭という祭事が行われてまして、よろしければお入りくださいということで拝殿の方に挙げていただいて、祭事の方参加させていただくという、非常に言葉には言い表せないような感じです。じゃあ電車に乗って次に向かいますか。石切駅に来ました。ここで向かう先はこちら。初めてなんで分かんないんですけど、後ついてけばええでしょう。そうやったんで、こちらピーナッツせんべい買いました。あともう一駅。古谷神社から石切駅戻ってきました。この参道をね、一生懸命上がって急降下を歩くより、正直振り切符も飛んでこの新石切駅行って京阪線に乗って生駒に行く方が楽なんですけれど。
東大阪に来たのは平岡神社さんと石切剣屋神社さんと参拝に上がるのも一つの目的なんですが、今日の一番の目的はこの先にあります。今までがプロローグというわけじゃないですけど、今回フリーキップ買って正月三が日にこちらへ来た本来の一番の目的地がこの先にあります。大阪が一望できる今日の一番の目的地に向かいます。正月三が日だけ合法的に入れる場所になる神社に向かいます。この右手の坂上がった先にあります。今回の目的地にほぼほぼ到着しました。私有地につき立ち入り禁止とあります。本来はここの門が閉じられてるんですけど、正月三が日という時はこの中にある神社に参拝に行くために、初詣に行くために開けられてます。この正月三が日だけ合法的に中に入ることができます。左手に見えているのが旧の生駒トンネルです。正月三が日だけこちらの神社に初詣するためということで入り口が開けられています。なのでちょっとこちらの神社参拝します。お邪魔します。させていただきました。ありがとうございます。では戻ります。ということで今回の動画はここまでにします。ぜひチャンネル登録と高評価の方も合わせてよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。